どこ登山口？あっちです。あっちなん？あっちやろ、登山口って書いてた。書いてた、書いてた。書いてあったよ。ほんま？ほんまにテント泊か、お前それ。ログは撮ってない。なんですか、それ。まあ、もうええわ。めちゃくちゃ車の道やん、これ。あ、そこもいっぱいなんや。ほんまに歩くんか、これ。送ってたりましょうか。ほら、回ってんのか、ほんまに。人行ってた？登山口って書いてた？書いてた。じゃお前見ろよそれ持ってんのに。じゃお前こないだもお前開始15分で間違ってんねんで。もうこれ分からんわ。あ動いた。あ合ってる？ほら合ってるんですって。こっちやん。こっちやん。こうやって上向いてる。ちょっと待って、目的地がどこか分からへんやろ。こっちか。ほらやな。これ行くねんな、俺ら。これに行きたいんです。うん。はい、オッケー。ちょ、待て待て待て、上にピーない？もう見てくるけど。パーキングないんかい。あ、じゃ前タクシーで行ったんでしょ、だって。じゃ前はなんかこっち下山でしか使ってないかな。あ、そうか。常念岳の方から登ってるから。そうでしたね。これはもう今日は優しいわ、この看板見えてるから。こっちでやってんのか？何で咲くって言うんですか。もう絶対もう明らかにさ、だってあっちじゃない。俺も初めてやからさ、そんなでも来てる、来たことはある。いや違う違う、下山で使ってるだけで、もう覚えてないねんて、こんなん。何も覚えてないですか。じゃじゃーん。まあ、ここしかないと思うけどな。ないよ、びっくりしたな。これや、これこれ。見た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 。お前ちゃん、調べてるやんけ、お前ちゃんと。調べてますよ。つば黒だけって調べたら、つば黒きつい。つば黒きついって出てきたん、うん、めっちゃいっぱい出てきた。出てきた。その中にここもう、多分初手みんながびっくりするやろうな。ああ、いきなりあんな段があるからってこと。そう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 。なあ、高ない。足足りてんけど。お前短いからな。そう。スイカ嫌い。いや嫌いじゃないよ。動画でなんか見たことあるわ。あ、食うた食うた、ここで食うた返し。桃、しずほが桃とかも持ってきてたから。まあ、スイカより桃の方がうまかったけど。そうや。おう、スイカなんてな、安いフルーツやから。やろ。でもさ、おう、そこじゃないやん。おう、その桃は高い。いや、絶対桃の方が美味しいやん、そんな。桃は甘くて美味しいけど、おう、スイカもちゃんと水分いっぱいで。いや、もちろん、やけど、スイカの横に高級食材の桃出してこられたらさ、その桃食うやん。どっちか選べって言われたら、ちょっと。だから一目散に食べて怒られてた気がする。怒ってた怒ってた怒ってた。せんせんせん、待たれへんから俺、空気薄いな。まだいいやん、だって足長いから。まあ、ええやんって、お前荷物めっちゃ持ってるやろ俺。カズマも連れて行って、あいつに荷物持たそうや。あいつダメよ、ガリガリやから。え、ガリガリ。さあ、とにかくその年下のやつをさ、奴隷にしたいから。そういうことやな。お前奴隷にしたとこでさ、そんな荷物持たれへんやん。弱いしな。荷物持つ奴隷が欲しい。いや、もちろんもちろん。もちろん聞いた。おう。あいつ結婚してる？してないよ。してない？してない。してない方がいいね。なんで？してるやつは大体使われへん。あ、そうか。嫁はんが言うて。あ、なるほどね。おう。俺みたいに金で解決できへんやつばっかりやから。金でもう黙らすから、嫁を。でももうそれも今となってはちょっとできへんねんけど。あれやぞ、体で支払っていかんといかん。体でって、お前もうそれ、それセックスってこと。違う違う違う。お前体で支払うっつったら普通は そういうことやろ。労働な、家庭内労働。ゆっくりでね、ゆっくりで。そうやな。うん、女王やから。そうな。北アルプスの女王って書いてたやろ。山ガールに出会いたい。出会いたい。なんやねん、出会いたいって。つば黒だけといえば、ヤマガールに出会いたい。本場で。本場のヤマガールと触れ合いたい。そう。俺と一緒におったら触れ合われへんわ。ちょっと怖いからさ。三大キュートやからな、お前。これ行ったら、お前、もうその一つを登り切ったことになるから。あと2つ行かないか。 あと2つ、別に行かんでええよ。行かんの、行かん、いいの。あと2つ俺知らんもん、どこか。そうなん。まあ山好きじゃないからな。知らんか。ちょ、ベンチまだ。まだですね。お前今適当に言うたやろ。まだです。写真で見た感じはまだです。
ちゃうやんけ、お前。マップ見ろって。マップ見ろや。止まりまーす。全然まだですよ。見せ。熱っ。いや、まだ全然来てないやん。うん。うわ、遠っ。いけるかな、俺。ベンチで考えよう。行くかどう、何を行くかどうか。いや、もうそこまで行ったら上行くしかないですもん。この汗見て。やばいね。やろ、だからお前の火じゃないねんて、ほんまに。ほら、あそこにさ、ボンボールのし。あ、ほんまやな。ほんまやな。めっちゃ便利や。あ、なんか。ブーブーしたい。うわ、その沢の水のこと言うてんのかな、水場って。あの上にさ山荘があるやんか、はいはい、だからこの水やばいんちゃうかな。やばかったら水場なんて書いてないか、書いてないでしょ。そやな、違ったりするんじゃないの。あ、湧き水や、多分湧いてるわ、そっから。こっから、うん、すごい。だから沢の水じゃないわ、俺このこの沢筋が流れてんのかなと思ったら湧き水です。うん、あ、これは飲めそうやな、これ入るからな、沢登り。そうか、これは寒いわ。アルプス方面でな。そっか、そりゃ寒いわ、夏でも、うん、こんなん入ってたら。いる、何、不織です、かゆいって。まあ、イタリアングレーハウンドみたいな、お前。なんで枝みたいな、え、手足が枝みたい。優子がさ、前足は発達していませんねって言ってた。まだまだですか。そうなんじゃ、仲間に入れてもらえへんな。入れられへんわ。あ、枝にしよう、まだ枝まんまやんか。俺がディズニー好きっていうのもおかしな話やけど、うん、お前も十分おかしいけどな。なんで、お前ディズニー好きなタイプちゃうやん、絶対。見た目で判断してるやん。見た目でしか判断できへんやろ、そんなもん。こんにちは。まあ、Kさんなんか完全に 100% 見た目。まあ、俺はな、俺はでももうよ嫁の影響やからな。あ、それまではさ、興味なかった。当たり前やろ、まあ、あったらおかしいやろ。なんかめっちゃ印象に残ってるとこあります。あ、それは一番好きなの、俺、アリエルのさ、マーメイドラグーンやからさ。あれはいいよな。マーメイドラグーンシアターがずっとでも休止中やから。あ、そうなんですか。まだ、まだやで、まだまだしてない。今やってるショーベラボーにええからな。でもそうやな、行きたいな。あのミーシャのやつな。うん、でもお母さんも好きなんやろ。お母さん大好き。お前美女と野獣乗ってる。もう何回も乗ってる。あ、何回も乗ってんねや。何回乗っても泣くけど、ね、泣くな。1日に2回乗るけど2回目も泣いてる。あれ乗った、お前 C の今一番熱いやつ、あのドアセリした、あの飛空艇のやつ。ソアリンです。ソアリン、ソアリン。ソアリンの方が号泣する。あ、俺も最後泣く。やっぱり。あのな、最後東京やんか、最後。そう、うん、で C に帰ってくるところで花火がバーンって出て、ね、ミッキーの形になって、そう、あそこで泣く。え、じゃない。お前どこで泣くん。じゃ、基本もうソアリン乗ってるとさ、じゃなんかさ。なんていうの、もうさ、自分らがさ見れへんものをソアリンって見せてくれるやん。でプラスさ、ずっとみんな感動してるのがわかるやん。でなんかわからんけど、あれで感動してしまう。あ、そうな。なんかわからんけど、ディズニーはあかん。な、あかんよな。ディズニーは泣ける。ソアリンでなんで泣くんって言われるけどな。でもよかった、泣く人おった。言われると思いながら言った。お月様から来てんの。何から来てるやろ。お月って変な名前と思ってたもん最初。会員の人たちにはお月ちゃんって言われるの。あ、呼ばれる。まあ、月見もいい、呼びにくいけどな。そうなんで、どっちも呼びにくいんですよ。どっちにしても一緒。まあ、お月は呼びやすいな。でも、お月やとさ、あだ名感あるやん。あだ名やん。やろ。でも月見やと、月見ってなるやん。だから、なんか名前か名字か分からへんみたいな。そう。そっちの方が嫌ない。おかんに文句言おう。なんか誤解生まれる、絶対見られるから。いやいや、でもそうやん、だってお姉ちゃんゆかやん。ゆか、ね、妹あやなやん。あやな、月見っておかしいやん。あやなのやつが月見って。あやなやつな、うん、中間で急に変わる。うん、だいぶぶっ飛んだ名前やん。いや、響きは可愛いと思うで。言ったことあるん。うん、なんで由来私だけ変わってんのって。うんうん、だから、うん、ほんとそのまんま月が綺麗やったからだけ。お母さんバカな。言い方変えるわ、アホなん。
まあ枝やけどな。お前の名前は枝。うん。響きはええねんね。漢字のあの見た目もええやん、めっちゃ。あ、うん。月に美しい。な。うん。いい字で。読み方変えようか。何て読むの？月味。いや。月味ってなんかちょっとえぐいな。何が？だ濁音が汚いやん。濁音やめような。濁音汚い。こんにちは。月味。言われたことない？月見ちゃん。ないよ。ほんまに？絶対言うやつおるやろ。なんか月見うどんとかさ。うん。月見うどん、月見バーガーのくだりはこの間やってるから。月見。なんか出せ。いやいや。お名前好きやね。名前好きって何？おあの名前のその話が。何それ？面白いやん。可愛いな。いややろお前。超えた。こん超えた。いややろお前。いややろ？うん、いやいや、月見でよかった。月見の方がまだマシやろ。じゃあもうさ、ほんと、ケイさん、どうでもいい話はちゃんと覚えてるよね。どうでもいい話しか覚えてない。長いよ。長いよ。長すぎるわ。雲かな、私は。さてさて。あ、俺でちょうどぐらいやわ。登山始めたんですって言うたん？言うた。ほんならくれたん？そう。階段行きたい。階段は好きなやつはおらん。でもお前客にさ、うん、そのエスカレーター使わんと階段登れとか言うんちゃん。言う。言うやろ。でもこの階段やったら一緒やんけお前それと。迷わずエスカレーター使えって言う。もう龍ヶ岳の時から思っててんけどさ、このチェストストラップの位置上げるやな。こう胸の上で。いやな、ここやろ、うん、ここにあるとさ、あれ父がないからずってくんのかお前の場合。じゃここ引っ掛ける。こんにちは。こんにちは。そうやで、父がないからずり落ちてくんねん。ここまでさ、うん、ちょっと引っ掛け続けてこうやっていくんや。じゃあだから上ここやって。俺ここほら俺見てみて俺の位置。わかるけどさ、ここにしてこれをピッて閉めたやつ。ピッて閉めて。見てしま。あ、こんにちは。ほんならここが逃げへんと。そんな重くそう閉めへんで。こんなもんねやろ。うん、これがこうよと横に開けへんようにするためやから。でもこと落ちるやん。ん？父がやから。父なしの宿命やなそれは。うん、父やったら引っかかってくれるやん。俺父ないけど落ちひんけどな。あるんじゃない？あんのかな。俺がお前さ、うん、そんなお前チェストストラップそのお腹の上やったらさ、うん、俺がちゃんと教えてへんみたいやからさ、やめてそんな。でもな、うん、そんなに教わってないよ。だからお前まずあのパンプアップする前にバストアップしろお前。補強やな。補強していこう。休みます。好きにしろやそれは。俺はお前、俺が無理やり連れてるわけちゃうやろ登山は。登山休みます。勝手に休めよ。お前が登山に行こうが休もうが俺には知ったことじゃないやろそんな。でも豊富やからな。うん。トレーニング一から始めないと。今まだトレーニングやってるうちに入れへんこんな。入ってる。まだお前2回目やぞ今日。入ってるよ。入ってんの？入ってんの。うん。高いよ。こんな上がるか。うん。落ちんなよ。ビビリや。おう。これは。あ、これ見えた。見えた。いやー。いただきます。はい、いただきます。はい、お塩いらんかった？うん？いらん。いらん？だって今って旬じゃないよ、スイカ。でももう出回ってる。あ、もう出回ってる、うん、うまいな、これ。口ちっさいな、お前、ほんま。みゆきよりちっさいだよ、お前。みゆきも大概ちっさいけど。おちょぼ口やろ。お前の方がもう相当おちょぼ口、スーパーおちょぼ口やな、お前。スーパー？スーパーやで。冷やしうどん食いたいわ。あ、冷やしあるんや。ええな、昼時やん、入る？ん？今から入る？半分でええんじゃん。一個半分でええんじゃん。1時間半が一番しんどいからな、こっからが。なんやろね。こっからが一番しんどい。ほんと怖いわ。覚えてないで、俺は。覚えてない？覚えてないけど、この北アルプス三大級取って、ここからが合戦をねって言われる。来ましたわ。うどんも気持ちやん、めっちゃうまい。あ、マジで？めっちゃうまい。すごいね、うん、6月でがっつり雪あるね。あらら、6月あるなあ、うん、
だから6月はもう雪いっぱいやから来られへんねん、その雪慣れてる人じゃないと、うん、まあ、みんなここで休憩するわな、しんどいもんな、ここまでしんどかった、しんどかった、うん、しんどかったです、もう瞬間的な力やからな、弱いもんね、持久力はないねんな、瞬発力はあるけど、うん、そうそうそう、アヒルの漕ぐやつやアヒルの漕ぐやつスワンボートや、スワンポーズやろあれ何これ、なんていうポーズこれそれなんていうやろ、ここを見せるの、そうそう、ここです、ここ前足や な前足、前足は主にここやけどな、俺らの言う前足は、お前はもう全然発達してないから、枝ですわ、枝や、そんなもんめっちゃ気持ちいいわ、今眠れるわこのまま、つば九郎だけきついって、藤本家に騙された、静雄がここにしろって言うたから、静雄さんやっぱタフなんやわ、山ガールがタフなんてだから、もうガールちゃうけどな、ちゃうんか、もう37やで、もう山はオバハンやで、もうオバハン、寝すぎたぜよく寝てたな、ガスで何も見えへん、びっくりした、大きい木がなくなってきたやろ、なくなってきたな、うん、見えるようになってきた、森林限界が近づいてるんですわ、そして我々の限界も近づいてると、はい、うん、気持ちは元気なんだけどな、気持ちは元気、うん、気持ちは元気、じゃあねこんなもんな、もう最後気持ちだけで登っていくから、そうか、もうどの山行ってもしんどいねやん、そうか、うん、もういつも俺も気力がないだけやねん、そんなにか、体力はあんねん、そうやな、もっと重たい荷物でもっと急なとこバンバン行ってるわけやんか、そうよ、でももう気持ちがもうないから今、ちゃんと登山やな、はー、初めてや、初めて、うん、初めての北アルプス、うん、こないだも初めての北アルプス連れて行ったからな俺、あ、そうや、こっちでよかったわ、あっちはもう初めての北アルプスにしてはちょっと厳しすぎる、おー、もうここからもう火遮ってくれへんから、もうこの道続いてくれへんかな、もう最後までこんにちは、ドイツ語や、おあいつ綺麗な顔やなほんま、ね、お女みたいな顔、ね、お俺もあんなんやって美形やって、ほんまにほんまに、でもしゃあないやん、ほんまに美形 ほんまに美形やったから、でもさあ、そうなんよ、そうなんよ、かわいいもんな、かわいい、ほんま自分でかわいいと思うもん、かわいさで言うたら、あ、かわいさはな、わからんけど色気で言うたら絶対お前より俺の方が色気あったわそれ女として、女としてそうやろな、あ、かわいさはわからん、それは人それぞれやからさ、わからんよな、うん、あのガスの、そう、向こう、ガスの向こう、わかるわけないやん、これが。アホちゃん。また聞いちゃった。つば九郎がどれかさえ分かってないのに、俺。俺、槍と剣しか分からへんね。槍と剣はもう、分かる、とんがってるから分かんない。あ、形状の問題。形状の問題。好きやからとかじゃなくて。好きやからとかじゃないよ。槍は大嫌いやし、剣は大好きやし。行く前が一番楽しい。行くだいぶ前、二日前。もう行く前日とその日はもう一番嫌、全然笑わんもん、登り出したら楽しいねんけどな、まあ、だから俺行けるやつ限られてくるな、ほんまに、なんでずっと嫌な時はずっと文句言ってるやん俺、文句ばっかり、深いのやつ絶対深いやんか、あーそういうことか、おうおうおう、一緒におってな、だから急に不機嫌な感じ、おう、でもまあ俺のこと知ってるやつはさ、うん、別に俺が不機嫌ではないって分かってるやん、もう C は C じゃないのは分かるな、うん、俺がずっと登ってて文句言うてんの、うん、でもそれを深いって感じるやつも絶対中にはおるやんか、まうんうん、だから俺は行く相手は決め、もうそんな誰彼構わずは行かれへん俺が気使う、あ、そうや、うんうんうん、一番楽しいのってさ、うん、自分がいかに気使えへんかが大事やん、うん、
うん、自分勝手な意見を言えばいいで、うん、自分が楽しめるのはそこやんか、自分勝手なことを言えばな、それができる相手と行けばいいだけの話やから、うん、愛というものはな、見返りを求めるものじゃないねやん、与え続けるものやから、はい、だから俺はそれで、俺みんなにそうやねん、みんなに嫌われてもええねん別に、黙って、こんにちは何を喋ってんの、好き勝手 やって、うん、それ愛情表現やから俺なりの、みんなに対して、あ、そう、うん、だ俺がどう思われようがそれは関係ないね、今の顔取ってこ相手から嫌われても愛を語ってます、ね、そう、俺はみんなに、あ、みんなを愛してると、みんな愛してるんや、ああああ、だから見返りは求めて、なるほど、ああ俺の行動がそう考えたら理解できるやん、おあ、登山はだから愛やね、登山愛な、登山は愛やね、登山愛な、うんうんうん、俺はな、でも割と手放しではくれへんよな、どういうこと、絶対文句ついてくれへん、いや違う違う違う、だから愛してるやつらとばっか行くから俺はこんだけ文句言えんね、気使わんでいいからそいつらと、ああ使わんでいいな、みんなな、ああ登山って愛やってんな、今気づいたわ、気づいた、うん、あんだけよ文句俺もさ、いい景色だからこのまま喋ってて、ああその自分で第三者目線になれるやん、 YouTube 見たら、あ、もうなれるね、その時に初めてよう文句言ってんなって思うからさせやのにみんな嫌な顔せんと一緒に登ってくれてるから、俺って幸せもんなんやなと思って、ああそうだね、うん、それはそうだよ、ああ本当、だからこれからも文句言い続けようと思って嫌なもんは嫌と、まあそうや、ああでもみんなそれでさ好きやと思ってるからさ、うん、そのままがいいよ、うん、みんなも愛をくれてるっていうことや、うん、それはそうやわ、そうやろ、うん、理解できるやろ、今のは分かったわ、奥が深いな、おお登山って、いやだから俺あの、うん、だから山登れるからこいつと行きたいとはならんねん、登れる人と別に行きたいわけ、あ、そう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 、山好きなやつとも行きたいわけじゃない、おお着いたぞ、もう着いたな、着いたね、もうテントバー取られてんぞ、あ、そういうもんだ、ああもうどこでも雪残ってるやん、ねえ、ああびっくりしたこれ、おお、すげえ、めっちゃ綺麗、あれちゃうか、つば黒だけ知らんけど、うわめっちゃ綺麗な、あれやな、まぶしい、目開けるんやん目開けろお前、目開けろお前、疲れたな、疲れましたね、ああそれで何キロぐらいあるの、これ軽い、2キロない、あ、そうなんや、俺のテント重たいからね、違っちゃったかな、関係あんのかな、おるわ、めっちゃ近い、あ、ここよ、ねえ、あ、そうです、あ、はい、ずっと見てます、あ、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、声かけてくれました、大丈夫ですか、 YouTube 大丈夫です、こんな近くってなかなかね、珍しいですもんね、子供探してそうやな、もう一匹どこ行ってんって、絶対子供探してんねん、そうやな、行ってまったよ、向こう行ったよな、あっち行った、向こうやで、向こう、向こう行ったぞ、あっち、あ、向こう行った、向こう行った、ないか、あ、止まれ、お母ちゃん、お母ちゃん、こっちこっちこっち、行った行った、お母ちゃんのとこ行ったわ多分、じゃあ上くんな、上くんな、あかんあかん、こっち来た。
たか。でマットを出す、はい、出します。もうほんなん明日やな、山頂はな。はい、明日で。で天気予報、これお前こんながおったらもう蒸し焼きなんで、もう早う向こう行こうぜ。向こうはなんかベンチとかあるからさ。あ、行こう。テントの受付もせなあかんから。よし、うわおぉ、すげえ。すごい、めっちゃいい景色や。あそこやからもうすぐ。山ガール山ガールみたいなのしてるやん今乗り込んでもええけど、見えてるからもう十分やろ。こっから見るけどこの川だやろ。変わるわ。ダメダメ、そんなん絶対行くもん。水色の方は働くね。紫全然働けない。テントでもこぼしたら最悪やで。そんなことある？俺にもだ。その人って手は2本しかないやんか。男の筋肉やな。男のロマンにスタンプといえば男の筋肉あかんな。持ってくれたらアルファ前やけど絶対文句言うわ。アルファ前はな、うん、クモさん、やっと半分ぐらい。俺の3倍ぐらいの時間かけてやっと半分ぐらい。シンさんのやつやから長いタバコ吸ったらあかんよな。あかんでしょ。でもさ、うん、証拠がなかったらいいわけやんか。そこだけ YouTube カットしたいわけやんか